ふるさと鹿児島。今年で66回目となる県民表彰、今年度の受賞者をご紹介します。鹿児島県では地域社会の発展や住民福祉の向上に貢献し、特に功績のあった方々を表彰しています。昭和28年から始まり、表彰は地方自治、教育・文化・スポーツ、保健福祉、産業経済、社会活動、暮らし・環境の6部門と特別表彰です。受賞者には鹿児島の伝統工芸の技術を集めたメダルも贈られます。よってその功績を称え、ここに表彰します。地方自治部門は元南九州市長の下出寛平さん。教育文化スポーツ部門は鹿児島大学名誉教授で元鹿児島県体育協会副会長の鳥丸卓三さん。保健福祉部門は元鹿児島県歯科医師会会長の森原久樹さん。産業経済部門は元鹿児島県川鍋仏壇協同組合専務理事の橋口雄吉さん。暮らし環境部門は元鹿児島県保護司会連合会会長の黒江昭夫さんです。受賞式では受賞者を代表して森原さんがお礼の言葉を述べました。本日県民表彰というこのような栄誉を得ましたことは、ひとえに皆様方をはじめ県民の方々のご厚情の賜物であり、心から感謝を申し上げる次第でございます。それでは受賞者の皆さんをご紹介します。地方自治部門の下出寛平さんは旧知覧町長を経て平成19年に南九州市の初代市長に就任。知覧町長と合わせて通算4期14年の長きにわたり、町や市の発展と住民福祉の向上に貢献しました。現在は八重町、川辺町、知覧町3町で合併いたしまして南九州市なんですが、この3町の一体化というものに一番気を使いましてですね、それぞれ特徴があるわけですね。その山頂のですね、特徴というものをいつまでも残してですね、発展していかなければいけないのではないかなということでですね、そういった面でいろいろと考えてやってきましたけども、南九州市の発展のためお茶の生産の振興や観光開発に力を入れた下出さん。世界記憶遺産、さらに2度にわたり知覧特攻資料の世界記憶遺産登録を目指しました。登録の実現は叶いませんでしたが、特攻隊員たちの思いを世界の多くの人に発信しました。平和会館にありますこういった資料をですね、世界記憶遺産に登録しようということで、ミズーリー号でですね、展示をしたことが大変いい思い出になってますね。いろんなこの考えの違いとかですね、平和の価値観とか、そんないろいろな障害があるわけですね。ぜひ世界の皆さんにも分かっていただき、そして恒久平和にね、寄与できたらというようなことを思ってました。教育・文化・スポーツ部門の鳥丸卓三さんは、保健体育・運動学の研究・教育に取り組み、鹿児島県のスポーツ振興に貢献。特に専門である陸上競技の分野で競技力向上に尽力しました。昭和47年の海洋国体があったんですよね。その時に私は陸上競技協会の理事長でしたので、
そういう立場で陸上競技の運営と選手の競技力と両方に一生懸命になって取り組んだ記憶があります。太陽国体では陸上男子35キロロードレース優勝、女子200メートル優勝など陸上選手が大活躍しました。それはもうとても盛り上がったですよ。大変だったことはあまり感じません。もう、はい、そんなの一生懸命成功させるためにやっているんだから大変だとは思わないで取り組んだつもりです。選手の競技力向上だけでなく、一般県民へ体を動かすことの大切さ、楽しさを伝える活動にも力を入れました。もともと遊戯とか遊びをスポーツと言ったんですから、それが競技化して今はその競技化が非常に中心になってしまって、本来は遊びという立場からすれば一般の県民の人たちもみんな子供から老人まで体を動かして楽しく遊べるというのが本来の姿だから、そうしてもらいたいと思います。保健福祉部門の森原久樹さんは歯科医師として地域での歯科医療に尽力、鹿児島県歯科医師会会長などの要職を歴任し、地域歯科保険の充実と発展に貢献しました。森原さんが治療するときに大事にしていたことは、患者さんの意向を聞くことです。説明とコミュニケーションを取ることですね。だからやっぱり患者さんに安心感を与えることですね。子どもでも大人でも。特に力を入れていたのは8020運動。80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。歯を大事にすることが健康につながると、イベントなどを通して多くの県民に呼びかけました。今まで育てるだけは苦労しました。これは我々だけがよく知ってて、実際に一番等しい人が知られてないんだというのがあって、でそれでいろんな方に各院でも患者さんに直接いろいろ語りかけて、そしたら去年一昨年頃からですね、どん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 良くなって、それがやっぱり一番の良かったなということ。さらに鹿児島歯と口腔の健康づくり県民条例の制定、訪問診療、夜間診療の普及などに尽力しました。歯科の訪問診療、行政の力を借りてですね始めたんですよ。それがだん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 今その行政の力を借りて自分たちでだんだん行くようになってきてるんですね。自分のうちで歯の治療を受けられるという人は鹿児島が一番住んでるんじゃないですかね。産業経済部門の橋口雄吉さんは、江戸時代からの伝統技術技法を継承する伝統工芸士、さらに川鍋仏壇の職人として活動しながら県川鍋仏壇協同組合専務理事などの要職を歴任、川鍋仏壇の振興と仏壇業界の発展に寄与しました。息子の智之さんに話を聞きました。病院で入院しているもんだから、返事をして本当に喜んでる表情でおりました。橋口仏壇製作所は川鍋仏壇の製造工程の7部門のうち一番最初の生地という工程を専門にしています。親父は昔からの職人かたぎで、何しろ厳格な人ですね。雄吉さんはこの生地の技能が高く評価され、県の優秀技能者表彰など多くの賞を受賞しています。仏壇製作だけにとどまらず、紫水会の代表として仏壇の製造技術を生かした工芸品や小物の製作にも取り組み、川鍋仏壇の技術力の高さを示しました。私も親父から代を引き継いで、本当にいろんなノウハウの中で僕らもこの有限会社橋口仏壇をやってます。で、3代目にもまた継
継承してやっていってるつもりです、はい、今後も親子3代で川鍋仏壇作りに励みます。暮らし環境部門の黒江明夫さんは鹿屋市議会議員を経て平成5年から保護司として22年の長きにわたり活動。適切な指導助言により数多くの人を更生に導き保護司の模範となりました。保護司は罪を犯した人たちと定期的に面接を行い、更生に向けて指導や就職活動の手助けをします。帰ってこられた方はどうしても心が狭いんです。その心を開いてあげるのが保護司の役目であって、先生お世話になりましたと、今こうして働いていますと言って挨拶に来る対象者もいます。気持ちって言っていいのか言葉に表せないような、こう身の引き締まる思いがしますね。黒江さんが設置に力を入れた更生保護サポートセンターは現在県内に14カ所あり、地域の保護司の活動拠点となっています。さらに犯罪予防の啓発活動にも力を入れ、安全で安心な街づくりを行ってきました。地域社会の犯罪というとあまり言葉は良くないんですけれども、ただ大下りはしたからね、どうしてもこれは自分が自分なりの努力をしていかないといけないなと考えて今まで活動してまいりました。やはり現在在籍している保護司さん方のいろんな相談とか要望があれば、私のできる限りの助言、そしてお話はさせていただきたいなと思っています。さらに今年10月初の鹿児島県名誉県民顕彰式が行われました。名誉県民となったのは京セラの稲森和夫名誉会長です。人生というのは、どなたもそうだと思いますが、言われる道だと思いますので、それが当たり前だと思って必死に前を向いて努力をすること以外にはないと思いますね、はいはい、必ず努力は報いられると私は思っていますので、はいはいはい、表彰を受けた皆さん、これからもご活躍をお祈りしています。